どうもこんにちは。今回はですね、伊勢湾のフグ釣り、カット仕掛けに関する動画を作らせていただきたいんですけれども、まあ、伊勢湾でカット釣りする場合、一番気をつけなきゃいけないのは根掛かりですね。ものすごく根の荒いエリアになってますんで、まあ、とにかく根掛りが多い なので伊勢湾独自のカット仕掛けとして下重り式というカット仕掛けが発展してきたという経緯があります、まあ、僕が使ってるのも全て下重り式のカット仕掛けになりますので,で今回はおすすめのセッティング説明させていただきます まず一般的な葛藤仕掛けがどんなもんなのよという部分なんですけれどもこんな感じですね30号のおもりがついてましてこの大きな針に餌となる青ヤギとか赤エビをつけますリーダーがスーッと伸びていってここをですねスナップの部分に 4本のイカリ針をセッティングします、まあそこに沈めて10秒ぐらいしたら殻合わせ入れてこっちの4本針でかけていくんですけれどもこの通常のカット仕掛けの場合はどうしても針が底下手になっちゃいますんで伊勢は根がとにかく荒いですから根がかりが多発してしまうと。 いうことでまあ、普通の葛藤仕掛けはあまり伊勢湾には向いてないといった感じですねさっきからずっと映像に映ってますこちら伊勢湾仕様の葛藤仕掛けなんですけどこれは乗り合い船の受付でもらったやつになってまして実はこれ使ってません僕が使ってるのは これですね。全部同じものなんですけれども。工作釣り具工房。葛藤革命。シングル。ヤフーショッピングで売ってるアイテムになるんですけれども。なかなかかかりが良かったんで、これからもメインで使っていこうかなと思ってます。開けたらこんな感じですね。 ここの大きな針に餌をつけて、ここに重りをつけて、でこちらのスナップに怒り針をセッティングするということなんですけれども、まあ、実際一通りセットしてみたいと思います。まずはおもりについてなんですけれども、僕が使ってるのはこういった細長い形をした保護重りですね。 重さはそれぞれの乗り合い線で船長が指定してくれると思いますんであらかじめ聞いて準備してくださいで僕が言ってる乗り合い線では統一で30号ですでこの保護重りを使う理由なんですけれども、まあ、すり抜けがいい形してますから根がかりが減らせるかなとあとは 合わせたときに水の抵抗受け流す形状なんで操作性が上がるかなというイメージですねでこの保護盛りをこちらのスナップにかけますこんな感じです次に葛藤の針についてなんですけれども、まあ、僕はいつも ヤフーショッピングで工工作釣具工房さんの4本針買ってます、まあ、多分同じものだと思うんですけどこの「かかるんです」っていう4本針も釣具屋さんで売ってますんで飲みかけたら買うようにしてるんですけれども葛藤の針はどんなものなのよというところですけれども、まあ、こんな感じですね。 内側にクイッと眠りが入った細軸のバーブレスフックどこのメーカーさんもカットの掛け針はこんな感じで作ってらっしゃると思うんですけれども、まあ、3本か4本かぐらいの違いですね、まあ、僕はこのシンプルな4本針使ってます 伊勢湾の場合はとにかく根がか,かりが多いですしまあ岩にあたって針先がなめったりもしますんでックの消耗は激しいです、まあ、なのでこんな感じで1回釣りに行く時も30本ぐらい予備は持っていきますこの間1日釣りして18本交換したり 寝掛かりでロストしたりっていう感じだったんですけど予備は多めに準備してくださいカットお仕掛けに実際針をセットしていくわけですけれども2通りの付け方があってスナップか針す止めかどちらかですね ハリス止めってどう使うのかと言いますと、こんな感じで、ハリスを結んだ4本針、ここにこう、ハリス通して、キュッと引っ掛ける止め方ですね。これは根掛かりした時に、ここがプチッと切れて、こっちの本体は回収できるようにっていう考え方なんですけれども、このハリス止めを使っちゃった場合は、 がが切れて切れれててしょうがないんですよもうちょっと引っかかっただけでここ切れるんで、の道糸が P1.55 で、リーダーをフロロの7号、8号ぐらいで組んでおくと、まあ、スナップでセットしてても、ぐいっと引っ張ったら、針が曲がったり折れたりしてくれますから、どの道本体は、 ある程度回収できますんで僕はこっちのスナップでこの4本針をセットしてますでこれだと根掛か,かりした時にブチッと全部切れてしまうんじゃないかと思われるかもしれないですけれども、まあ、先ほども言ったようにライン割と太めで組んでおくと 針が曲がったり折れたりしてくれますからそんなに仕掛けはなくなりませんなので僕は必ずこういったセッティングで伊勢湾の葛藤仕掛け作ってます僕が使ってるのはこういったシングルアーム式の葛藤仕掛けなんですけれども他にはこういう ツインアーム式のカット仕掛けもあります。これだったら、ここの餌串に餌を通して、こことここの針2個付けでフグをかけていくといったシステムになってます。シングルかダブルかというところなんですけれども、まあ、どっちがいいと言い切れるまで自分はまだまだ経験積んでませんので、 これからコツコツ試していきたいと思うんですけれどもただ現時点での感想としては針2個になる分単純に針の消耗が倍になるのがツインアーム式なんでまあかかりもそこまで大きく変わらないかなということで今はこっちのシングルアーム使ってます 今回ご紹介させていただいたのは僕がメインで使ってるカット革命のシリーズなんですけれども工作釣り具工房さんっていうメーカーさんが Yahoo ショッピングで販売してらっしゃいます概要欄にリンク貼っときますんでよろしければご覧くださいいろんなカット仕掛け販売してらっしゃいますんで 見てるだけでもあ、なかなか勉強になるなと言ったところなんですけれども、まあ、伊勢湾は独自の葛藤仕掛けがあるということですね。今回はどうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願い申し上げます。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。バイバイ。